そうなんだ。すごい。すごいでしょ。皆さんこんにちは、こんばんは。ローカルプライムチャンネルレポーターの菅原美優です。このローカルプライムチャンネルは兵庫にゆかりのある人や物にフォーカスし発信することで魅力を発見するチャンネルとなっております。今日はですね、こちら兵庫県姫路市に来ています。そして綿屋さんにお邪魔しまして、藍染め体験を今日はさせていただきます。初めてなのですごく楽しみなんですが、早速行ってみましょう。ローカルプライムレポーターの菅原美優です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。綿屋の澤田と言います。澤田さん、はい、よろしくお願いします、はい、今日は藍染め体験ができるということなんですけど、はいはい、その体験の前に、はい、綿屋さんについてちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、今日今入ってきたんですけど、はい、建物がすごく素敵で、すぐに分かりました。すぐに分かりました、はい、もう周りマンションだらけですからね、はい、もうこんな木造の古い建物ってもうほとんどなくなりました。そうですよね、はい、どれぐらい前から。ここはね、はい、大正の10年。すごい歴史のある建物、素敵ですね。いや、歴史というか、まあ、昔の町屋ですよね。でこれはもともと祖父がここを建てて綿の商品を売ってました。そんなことでもう子供の時からずっと会ってこの中で遊んだりとか、してました。すごい、はい、上の壁とかもすごいですね、はい、これはね土壁で、昔は2階っていうのがなかったので物置部屋みたいになってたんですよね。だからその真ん中の針がある上が板が張ってあって、まあ、下からは見えない状態だったんですけども、板を取ってしまったら結構上が綺麗に見えたんで、見せると面白いなと思って改築したんです。であとは下を土間にしたりとか、うん、染め物をここでしてもらうんですけども、ポタポタと下に落ちても土間だったら全然掃除しなくても大丈夫なんで染み込むので、そういうことで土間が、まあ、都合よく便利になってるという感じ、うん、素敵です。本当にで今日はさっきね、藍染め体験って話だったんですけど、はい、藍染め体験っていうのはどういったことをさせてもらえるんですか。あ、簡単なグッズを用意してるので、それを元にして形をいろいろ作って、ここで染めて帰る時にはブルーになって、これがまあ日本の藍染めというやつね。子どもさんたちにも教えてられるんですか。はい、そうですね、子どもたちにも藍染めの授業もするんですけども、うん、これは、子どもたちが綿を育てているというので、僕も綿を育てているんで子どもたちも一緒にやるというのを学校の授業でやってます。綿ってそんな栽培とかできるんですね、はい、栽培できます。昔は日本でも綿してましたから。うん、はい、じゃ早速ちょっと体験させていただいてもいいですか。はい、はい、ぜひやってみましょう。わー、楽しみです、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ではね、はい、まず今日何を染めるかっていうところからいきましょう。はい、今日はねこんな風な、うん、白の綿のガーゼ、はい、ガーゼもしくはこういうエコバッグですね、うん、これも大きい方か、まあ、中ぐらいのものかというので、好みのものをこれかこれかこのストールかというのを選んでもらうんですけども。なるほど。すぐに決まりますか。どうしよう、これがいいです。カバン、カバンにしますか。はい、はい、今日できる色というのを、うん、これ真っ白で最初の色ね。でそれはこういう風に変わっていきます。はい、長くつければ濃い色、短い時間で回数が少なければ薄い色というので、自分で決めた色が作れるということが楽しいです。うん、どれぐらいの時間の差なんですか。あ、いい質問ですねありがとうございます。薄い方だと、今日だったら1分ぐらいつけてもらって、うん、で上に上げるとしばらくしたらちょっと色が変わるんですよね。へー、どんな色になるかはやってみて
見ましょうね、うんうんうんはい、で1分を2回ぐらいつけるとこういうふうな色になります。でこちらはじゃあこれに対してどうかというと、3分から4分つけます、うんうん、ですからもう3倍か4倍つける時間長いですよね、うんうん、で上げてでまたつけるというのを、5回か6回するとこういう色になります。ですから長い時間で長い回数、うん、こっちは短い時間で短い回数、うんうん、で色の違いが出てきます。なるほどなるほど。では今日できるパターンを説明します。はい、こういう風な柄、ね、これ絞り柄って言うんですけども、はい、すごい簡単です。今日は指を使います。指、はい、中にね、うんうんうん、指入れます、はい、でこういう風に山のようにピュッとこうして立てたままで入れておいて、もう片っぽの手でこの先っちょを持って、はい、この中の指を外します、うんうん、で外した指は今度この上からギュッとこういうふうに、んうん、まあ、ここを絞りっていうんですよね。絞っていくからね。でこの輪ゴムをどうするかというと、ここのところにかける、うんうんうん、そしたらこれをあとはぐるんぐるん、これで出来上がりです。できそうでしょ。できそうです。2番目はさらに楽しいですよ。すごい空みたい。空みたいですよね。これどうしてやるかっていうのを説明しましょう、はい、こう置いといてギューッと寄せてきます、うんうんうん、ギュ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 でこういうふうにかけます。で次はまた違う方向からこの上下全部通すような感じでかけます、うんうん、で今度はまたこれを回しながらね、ここなんかビュッと出てるから、うんうん、そういうとこもこうかけるというふうにして、こう回しながらどん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 かけていくと、うん、だんだんこう平べったいせんべいのようにしていきます、はい、でこれでだいたいできたのが、まあ、こういう風な感じですね、うんうんうん、わいっぱい、ね、いっぱい輪ゴムつけます。でこれをもう広げたままで今度こう持っといてつけるとどうなるかというと、これがこれに変わります。白いところがなくなって、うん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 、薄いブルーになって、ここの色がついてるとこはもうちょっと濃くなると。確かになんか見た目ダメージジーンズみたいな感じですよ ね、 いいですよね。3つ目はこれ。おおすごい、また違った、ね、全然。もしくは、はい、これ。おお、こういうなんかバッグにしてたら結構大胆で、うん、いいですよね。はい、おしゃれです。派手でかっこよくて、うんうん、これはね自分の前に置いといて、はい、こういうふうに、うん、畳んで、蛇腹折り、そうなんですよ、蛇腹折り。でここに1箇所、2箇所、3箇所、4箇所でこれ4箇所今結んだけど、はい、例えば1箇所だけここの真ん中だけ結んで蝶々みたいな感じにしといて、うん、こっちとこっちと色を変えることもできます。でこれは今度はここの点を持っといて、ギュッと持っといて、これをギュッと絞ってくるだけ、うんうん、最初のやったこの絞りと似てるよね、はい、それで1箇所、2箇所、3箇所、4箇所結んでるだけです。そしたらそれを開くとこんなふうな感じになります。すごい、ね、ということで、まあ簡単ですが早くに3つの説明をしました。はい、どれをするかね。これがいいです。これにしますか。これが気に入りました。気に入りましたか。なんか空みたいで、はい、いいですね。素敵です。はい、では早速作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、実際に作っていきましょう、うん、はい、この真ん中から寄せてきてもいいし、トルネードみたいにこうねじっていってもいいし、うん、おー、なるほど。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、うん、で、この輪ゴムを使うからね。クシクシしますね。そうです。それで止めるんですね。止めます。いけました。いけましたか。はい、はい、そしたらこれで1回目染めるので、この表の部分が染まることになりますよね、はい、で、この中は結構白くなってるんで、うん、広げて何回も染めます。こう作り直しましょうね。はい、装着完了です。では染めます。はい、では染めていきましょう。はい、でこの中は、アルカリなんです。でアルカリっていうのは、素手でやると染まることと手がヒリヒリすることがあるんで、手袋をちゃんとするということね。はい、はい、で温度は水の温度と同じです。うん、ではつけていきましょう。はい、静かにこんな感じで入れます。はい、持ったままで。はい、いきます。はい、はい、スタートしました。うわ、あ、中はちょっと緑っぽいんですね。緑っぽいです、液自体はね。で、少しキューッとこう揉むというか、うん、揉むような感じね。はい、はい、ここもずっとつけたままでいいです、はい、でここにあるのは、はい、藍の花っていうんですけども、はい、泡が出たとこをこういうふうに
あのできる、まあ、泡ですねこれね、うんうんうん、でもこれがつくと汚れの原因になるんで、うん、こう上げるときはこうちょっと取りながら上げるといいですね。わかりました。そしたらこの緑色がだいぶ上がってきましたね。本当ですね。藍染め体験に来られる方はどういう方が多いですか、はい、海外の方が多いですか。海外の人もこの頃多いです。へ、ね、姫路城にも外国人の方来られてるんで、はいはいはい、そのお城行った方がついでにここで来て染めるというのが、あの結構来られてます。あ、なりました。では一度ね、もう3分3分です。ゆっくり上げます。はい、いきます。はい、じゃじゃーん。はい、で一度ギューッと押さえて絞りましょう。ギューで酸素とこの藍の色が、はい、化学反応を起こすことによって青に変わっていって藍染めの青になるんです。本当だ。ではもう3分行ってみましょう。はい、はい、どうぞ。あげます。はい、うん、あ、濃くなってる。さっきとまたちょっと違いますよね。本当だ。ではね、今度これを輪ゴムを一度取るんですけども、はい、その時にこのまま取ると分かりにくいんで、うん、一度水洗いをするとこれがもっと青くなります。うん、はい、では水洗い場の方に行きましょうか。はい、どうですか、色変わってきませんか。あ、真っ青になった。真っ青になったでしょう。すごい、取れました。取れました。はい、では染まってる、はい、開いてみましょう。はい、はい、緊張の瞬間。うおー、すごい、こんな感じです。あ、綺麗綺麗。結構染まりましたよね。すごい、はい、思ったよりも染まってました。染まってましたね。わー、はい、2回目また同じような作業をしましょうね。はい、そしたらまたこれをこのぐーっとこう寄せてくるって感じで、今度は濡れているので、はい、割とこう戻りにくいから、こうあのひっつけやすいというか、はい、絞りにするのにね、やりやすいです。はいはいはい、できましたね。できました。はい、では、また染めましょうか。はい、もう一回いきます。はい、はい、この藍染め体験は、はい、ここの綿屋さんでしかできないんですか。自由に染めれる場所、うん、例えば自分の好きなように今日はできるじゃないですか。はい、でも旅行で行ってて藍染め体験できるっていうところは大体パターン決まってて、うんうん、もうこれにしますかこれにしますかっていうのしかないから、そういう点ではもうここは思う存分やりたい放題できる、うん、わがまま言える染め屋さんですね。それ嬉しいです。嬉しいです。そういうのは全国でも少ないかもわからないです。そうですよね、はい、ここだけかな。ね、綿屋さんだけだ。はい、日本一楽しい藍染め教室。藍染め教室ありがとうございます。よし、では開いてみましょう。2回目です。2回目です。おー、綺麗。さらにいい感じじゃないですか。いい感じですね。すごい。これで OK ですか。はい、はい、ではこれで OK ということになると、うん、もうこれで、最後の、うん、色止めの作業をね、うんうん、あの押すって言ってましたけども、はいはいはい、酢酸という、まあ、お酢の強いようなものね、うん、それを水に溶いた液で洗うことによってこれを定着させるということになりますので、うんうん、染める段階はこれで一応終了ということになります。はい、はい、ありがとうございます。ではあとはこちらで洗う作業をします。はい、お願いします。はい、ではもう一度見せてもらってこんな感じですというのを。こんな感じにできました。それでは今ちょっと、はい、先ほど作ったものを洗ってるんですけども、はい、その時間にちょっと見てもらいたいのがあるので、はい、やってみたいと思います。はい、これはね、糸を紡ぐ、簡単なキットというかね、これで糸が紡げるんです。糸ができるって見たことあります？ないです。ないですよね。はい、服が糸でできてるっていうのはわかりますよね。はいはいはい、でもそれがこれができて糸になるということはなかなかわからないんで、うん、先ほどの小学生で綿を作ってもらったところにはこういう授業もしてます。はい、ちょっと見てもらいますね。はい、この上にちょっと置くだけです。うんうん、で置いてあとはこう同じ方向に回すだけね。あ、どんどん細く。これでね、なんかこうもうひっついてるんですよね。こう見えるかな。はい、でこれでね、ちょっと止めて引っ張るとここで綿が糸になっているというね。これが糸です。不思議です。不思議でしょ。なんだこれ。紡績工場で糸ができる原理はこれなんですけどもね。めっちゃ強くなってる。強くなってるでしょ。すごい。
こういうことも、まあ、ここではちょっとあの藍染めの体験の時に知ってもらったりとか、うんうんうん、まあ、大人の方でも知らないことやからねこれね、うんうんうん、だからこれをやると結構喜んでもらえます。あ、すごいです、ね、では撮ってきます。お願いします、はい、では完成しましたよ。はい、できた。どうぞどうぞ。うわ、はい、なんか鮮やかになって、鮮やかになりました。洗うことによってより色が鮮やかになりますね。綺麗、はい、完成でーす。できました。やったー。この藍染め体験って、はい、あのワークショップ、はいはい、みたいなの他のところでもやるって聞いたんですけど。あ、はいはい、ここの店の中でするのが一番多いんですけども、はい、まあ、時には、藍の今日の駅ですよね、うんうん、あれも、持って行ってで、はい、そこで開催することもできます。はい、それから、自分の T シャツとかいう、うんうん、ブラウスとか、うん、そういうのを持ち込みで染めることもできます。ぜひまたいろいろと持ってきてもらって染めてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日は綿屋さんで藍染め体験をさせていただきました。見てください、こんなに素敵な、はい、世界に一つだけのトートバッグができました、はい、なんか藍染め体験私初めて人生初だったんですけど、はい、もっと難しいイメージがあったんですよ。あ、はいはい、だけどすごい簡単にできたし、はい、どなたでもね、あの女性でもあのちっちゃいお子さんでも作っていただけそうだなと思って、はい、すごい楽しませていただきました、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもぜひ綿屋さんで藍染め体験しに来てください。あの参加の条件だったりとかは綿屋さんのホームページ、そしてローカルプライムの方のホームページにも載ってますので、そちらから申し込みをしてぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。